はいどうつけ麺2イストップだ。あぶちゃん、はい、今日は自分の好きなおかずで最強丼ぶり作ろうぜ。なのでまあこちらね、ご飯10合を用意してるんで、はい、3人それぞれご飯に合う好きなおかずを2品買ってきてるんで、はい、で3人で合わせ6品ですね。はい、それをここにドンと持って大好物丼を作ろうじゃないかと。ああそういうの大好物です。いやなかなかないもんな。まあ、なんか海鮮丼っつってもあれは海鮮の中で集めてるやつであって、そうそうそう、好きなものを合わせた丼ってなか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 ない、食べられへんからな。まあただこれはそれぞれ好きなもん買ってきてるから、これがうまいこと合わせるかどうかはまだ僕たちも分かりません。まあね、まあとりあえず一人一人買ってきたもん紹介しますか。はい、まず僕が買ってきたもん、絶対ご飯のお供に欠かせない納豆。うぇー、納豆ね。じゃあもう一つ、ロースカツ。うぇー、これはあったら美味しいでしょ。美味しい美味しい、絶対。はい、私肉団子。おお、いいねいいねいいね。あともう一つ、朝食の王様ベーコンエッグです。うわ、多いなこれ。卵6個分これはうまいよ。これ桶の大半占めるでこの面積じゃあ次俺ね、俺が最近ハマってる吉野家のキムチ、あと俺がもう大好きな特から。あ、出た、冷凍の特から。はい、わかりました、うん、あれは合わさりますうまいです。何もめちゃくちゃいい。じゃあもうこれ一気に10個乗せるって感じやな。そうね、丼にしようよ。丼にしようよ。夢夢いきますか。はい、早速、うん、じゃあまずベーコンエッグを真ん中に乗っけよう。お、いいね。はい、おいいねいいねいいね、きれいきれい。ベーコン、はい、エッグ乗っけましたよ。これを囲むように、まあ、おかず乗っけるか。そうですね。じゃあ俺ここに乗っけようと。肉団子いけ。オッケー、じゃあ肉団子の隣に、じゃあ肉団子のこの隣にも唐揚げを。お、いいっすね、茶色ゾーン。茶色ゾーン、こんなん子供大喜びじゃんよし、唐揚げオッケー。おい、すごいよこれ。ほら言い方悪いですけどバカ丼ですよね。そうだね、バカ丼。めちゃくちゃいい感じじゃん。茶色だなちょっとどうしても茶色になるやな。ほぼ茶色だな。オッケー、おお完成こちらでございますこれやばくねこれ。何この丼もうバカすぎて、なんなら美味しそうって思わないすごってなる、ね、すごいな。よっしゃ、完成しました。はい、食うか。はい、もう早速食おうよ。いやもうそれぞれ自分の好きな範囲を取って食べるってことか。そうしようか。さあどこ行こう迷うというかさ、どう行っていいか分かんないね。もう俺ここ行くわ、自分の選んだとこ。この卵と納豆とカツが入ってるとこ行くわ。おお、3種。おお、いいね。オッケー、俺もうこれで行きますわ。アホなとこ行く。あ、そうですね、一番アホなとこ行く。ここ行きます。おー、あー、それアホや。一番アホなとここれもいただこうかな。いいね、いいね。そういうやり方もあるな。そういうやり方もあるよ。気持ちもちょっと乗せようかな。あ、もう全部いっちゃった。はい、アホ。俺もやっぱちょっとここ目玉焼きあたり行きたいな。唐揚げを行って、あととんかつ行こう。おー、いいですね。よっしゃ、俺これで行こう。よっしゃ、アホ丼。アホ丼いただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。いこう。うん、うまっ。うまいぜ。ベーコンエッグうまっ。朝食じゃんこれ、うん、ベーコンエッグってうまいよな。頭悪いうまさ、本当にアホなうまさするわ、うん、これ結構でも夢じゃない。割とやろうと思ってもできないもんね、うんうん、いや好きなんすよね俺こういうの。いろんなおかずがあるやつ、ミックス弁当みたいな、うんうん、いいなこれ。人数多ければ多いほど面白いだろうな。100人いたらどんなんでできるんですけどね。200種類のおかず来る納豆いただきましょうかね、リーダーの。うん、納豆だ。この納豆いこうかな。納豆キムチ唐揚げなんていっちゃおうかしら。いや、納豆とキムチまでは分かるけど、そこに唐揚げとかとんかつって普段乗っけないもんな。絶対ないもん。俺このベーコンエッグが好きだわ。うまいよな。うまい。こんな朝ごはんで出たら毎日これでよくない？うん、言ったら貧乏飯やもんな。めちゃくちゃ安くて作れる朝食みたいな、まあ、そうだね。ベーコンと卵って、これ食ってアホみたいに寝たいっすね、すぐ。確かにアホだなそれは両津勘吉みたいな。元々ない IQ が下がっていくかと思う。重くそ混ぜたいな。これさ、ガーって混ぜたらどうなんだろうな。美味しいんかな。めっちゃやってみたいねんけど、肉とか潰してさ、うん、マ
ジ？あ、それはあかん？それは嫌？それはもう究極だよね、もうやってみたいな俺。確かに興味あるけど、そこまでの俺料理気にはまだ達してないわ。肉団子とかぶっ潰して、このキムチとか。そこまでいったらアホ通り越し、多分犯罪者だ。サイコパス。サイコパスなりたいな俺。それはちょっとアホすぎるか。やっぱアホにも限度っていうのがある。アホすぎた。でもちょっとある程度混ぜたいな。肉は潰さんけど、このキムチのエキスとか肉のエキスとか全部こう、あかん？どうしてもやりたいな。責任は全部、責任は、じゃあ責任は俺が取るから混ぜて。いいよ、どうぞ。肉は潰さんから混ぜる。リーダーが混ぜたいな。全責任は私が。じゃあ混ぜるよ、うん、まあ、なるべく肉は潰さんように。あー、マジでアホやこれ。これはすごいな。いやいや、食って驚くから。これは最高ですよ。やっぱここまで来たらな。納豆1パック入れる。あー、そうしようか。余ってるから。ええー、もうここまで来たらとことんやる。やばいよ、もうジャイアントスネはいます、ここに。あ、これはやばいよ。これはあれ、焼き飯。嘘。そう、焼き飯です。これはもうザンのパンにしか見えない。ザンのパンは言っちゃダメ。これは焼き飯です。焼き飯ですか。焼き飯です。違います。あ、ドラえもん。いや、できましたよ。究極よね、これ究極。今回はもう全混ぜだから。じゃあ、私から。いろんな混ざったこの米をな。肉は本当は潰したかった。潰したかったんけど、まあこれは仕方ない。それはもうサイコパスよ。サイコパスじゃない。肉潰したいはサイコパスよ。そうやん。本当にもうカレー混ぜるタイプの人とは友達になれない。じゃあ俺はカレーは混ぜないタイプよ。やけど今回はこれやから、やっぱ。まあまあ食べてみようよ。まあでもうまいでしょ。食べましょうか。はい、いきます。米うまいよ。米うまいぞ。うまいよ。うまいから。うまいよ。え、めっちゃうまいねんけど。まあまあ、美味しい味は。このキムチの酸味が全体に行き渡り、で、納豆のこのちょっとした臭みと甘みが混じり、これはすごいの作っちゃったな。まあ、美味しい美味しい。これはね、チョウちゃんどう？まあ、いいんじゃないですか。美味しくない？美味しくないことはないよ。混ぜないで食べたかった。いや、いいっすよ、美味しいから。美味しいよ、でも。うん。まあ、あくまで個人的な意見なんで。リーダー、この味好き？うん。毎朝これでもいい？やだ。やだ。どっちかといえば、好きって言い聞かしてる。自分で混ぜたから。女の人嫌いだろうな、これ。女の人は絶対嫌い。絶対嫌いだよね。女の人はな、特にそういう方面での想像力豊かやから。そういう方面って分からんけど。これじゃあもう持っちゃうか。はい、持っちゃう。給食係の時こういう光景見ましたよ。食べ終わった後。あれ、みんなが残したやつ。本当にこれ最後の残り物だからね。最後の最後、最後の最後の残り物。これこそ残飯って言う。これは正真正銘の残飯や。これ残飯もう一回持ってんすか。じゃあ残飯言うな。残飯言うな。これれっきとしたちゃんとした料理や。残り物ではないから。残飯は絶対言ったから。こういう料理だと思って食べるしかないよ。僕の料理だと思って。そうそうそう。ビビンバみたいな。ビビンバも言ったら、家帰ったら、そう、全部ぶっこんで混ぜるだけだから。そうですね。おいおい、肉とか潰してたらどうなったんだろうね。俺はとりあえずこの部屋から出てましたね。でもリーダーが一人だったらもう肉も潰してた。そうやな、適量でやってみたいなっていう。普段はやらんけどな、どんな味になるんやろっていう興味本位。はい、俺完食でーす。完食。俺も完食です。おい、美味しかったな。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった、美味しかった。まあ本当に美味しいものしか入れてないから、うん、まずくなるわけはない。あ、でもぜひ皆さんこれやるときは最後混ぜないでください。混ぜる人あんまいないと思うよ。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。おはようございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ、バイバイ。こいつはすげえぜ。